ここが図書館か。すげえでけえな。この町で一番大きな図書館なんですよ。確かに立派なもんですね。でもこれだけの施設ならもっと有名になっても良さそうなものですが。確かに私は一時期よく通っていましたけど、利用者はそんなに多くありませんでした。その静けさが逆に落ち着けるんですよね。本の数も豊富ですし、すごく居心地のいい場所で。ここはかなり誇張して作ったんよ。メタバーセスの中で人間が書いた情報を読むのが面白くて仕方なかったから、みんなもそうなんだろうなって。内装もすごく荘厳で、この場所にいるだけで絵になるっていうか、物語の登場人物になったような気分になれるんです。じゃあ早速みんなで中に。いつまでいても飽きないっていうか、むしろずっといたくなるような、静かに流れる時間がすごく好きで。わかったから落ち着いてってば。もうここの良さは十分伝わったよ。他にも建物の作りが特徴的で。鈴乃ちゃん、本読むのが好きだって言ってたもんね。すいません、つい喋りすぎちゃいました。でもここが現実じゃないって気づいてからは来てないんですよね。周りがデジヘッドだらけって分かっちゃったら、さすがにそれどころじゃないわよね。さあ、そんじゃ少年ドールってのをとっ捕まえに行こうぜ。よくわかんねえけど、一人一人学士をぶっ潰していきゃいずれミュウにたどり着くってもんだろ。いやまあその通りなんだけど、もう完全に悪役のセリフだね。はあ？どっからどう見ても正義の味方じゃねえか。おいお前ら、まだここに少年ドールがいるとは決まってないんだ。あんま浮かれすぎんなよ。もう正吾先輩、固い、もっとリラックスしていきましょう。図書館に入った瞬間いきなりミュウとばったりなんてこともあるかもしれないですよ。お前は気楽なもんだな。だってそんな鬼みたいな顔してたら来るものも来ませんって。さあさあ行きましょう。この辺にはいないみたい。てかここさっきも調べたんじゃない。しゃー、こんな図書館見たことない。写真撮っといたらバズりそう。さすがに景色が変わらなすぎてなかなか辛いものがあるわね。おい、みんな離れすぎるなよ。どこに敵が潜んでるか分かったもんじゃ。なんなの？女の子勝手に動いてる。まずい、俺たちを分断する気だ。どれだけかましんだらいい。泣いたって昨日とはもう二度と出会えないのに。人間みんな乗車必須。栄光はやがて巡り、僕じゃない誰かがまだ一つ夢を叶え。曖昧な幻想に夢を見て、ノー回転交差して心を。
じゃない。みんな大丈夫？何がどうなってやがんだ。本棚が動くところ動画で撮っておけばよかった。よくわかんねえうちは不用意に動かねえ方がいいぞ。私たちも無事だってメッセージを飛ばさなきゃ。ようこそ敬前の図書館の迷宮へ。何？誰？どこ？孤独は人間の本性をあらわにする。群れなければ何もできないばかりはこの図書館から出ることはできないよ。孤独に打ち震え己の無力をかみしめるといい。今の声少年ドールです。少年ドール、やっぱりここにいたんだ。ちょっと今の声って鈴奈じゃない？なんかあったんじゃないの？急いで向かっちゃって。ハリアーポン。あ、また会えたね。メビウスを楽しんでくれてるかな。よかった。もっと頑張ってこのメビウスを今よりもずっとずっといい場所にするからね。なんかすっごくテンション高いけど嬉しいことでもあったの？実は私たちに協力してくれるって人がいっぱい集まったんだ。そんなことないよ。すっごく面白い人たちなんだよ。なんていうか個性的って、みんな曲を作るのが上手な人たちなんだ。だから新しい曲を作ってメビウスの人たちを楽しませてあげようって話してるの。街でやるライブももっと回数を増やすことになってるんだ。君も来てくれるよね？ありがとう。待ってね。この時に集まったオスティナートの楽師の曲はメビウスでどんどん広がっていって、それに合わせるようにミュウの様子もおかしくなっていったんだ。それからしばらくしてミュウはメビウスを誰も出ることのできない世界に変えちゃったんだよ。私にはミュウが自分の意志で学士を集めてメビウスを作り変えたとは思えない。誰かが何か目的を持ってミュウにこんなことをさせてる。いた！スズナ！助けに来たよ！怪我はない？先輩アリアちゃん、アイちゃんが人形に。アイちゃん？この人形、目や耳に釘が打ち込まれてる。アクシュミこの図書館の本には読んだ人間の心の闇が映し出されるのさ。あ、少年ドール、隠れてないで出てこい。カネラ、心の闇。そう、心の闇、君にだってあるだろう。後ろ暗いことの一つや二つ、本の問いかけに答えることができなかったバカには人形になってもらってるんだ。じゃあここにある人形って元も、どいつもこいつも元からデクノボーなんだからお似合いだろ。何も知らない人たちをこんな風にして元の姿に戻せてば。お前たちも人形になってここで一生過ごすんだ。そんな、アイちゃんはもう元に戻らないんですか？せっかく会えたのに、こっちでも同じことになるなんて。ちょっと落ち着いて、鈴奈、深呼吸だってば。アイスって
落ち着きました。それで愛ちゃんっていうのは誰なの？私の中学時代の友達で、違う学校に進学したんですけど、新しい友達もできてとっても楽しそうだった。それなのにこんな人形にして釘まで刺すなんてひどすぎます。愛ちゃんもメビウスに来てることは少し前に知りました。それで私、ここが現実じゃないって気づいたんです。元気出しちゃって鈴奈、人形に変えた少年ドールならその子を元に戻すこともできるはずだよ。それにしても愛ちゃんは鈴奈にとって大事な存在なんだね。出会ってから今までで一番心が動いてる。え、それって鈴奈、自分の力で愛ちゃんを助けたいよね。今の鈴奈なら心を形にできる。はい、助けたいです。絶対絶対その言葉が聞きたかった。いくよー、ゴーの目なんて気にせず叫ぶ。これが私のカタルシスエフェクト。耳がさすが鈴奈、バッチリじゃん。キュートな帽子も似合って、本当ですね。大きい帽子。そっか、これは私の心。愛ちゃんを元に戻すためにもズバッとバシッとやっちゃってよ。オッケー。はい、戸惑ってる暇なんてありませんね。先に進みましょう。そんな気の弱い女の子に何ができるのか見物だね。目に物見せてやるしね、鈴奈。はい、もちろんです。あ、でも私喧嘩とかしたことないんですけど大丈夫でしょうか？ちょっと、いきなり弱気にならないでよ。とにかく他のみんなも探して少年ドールのところに行っちゃって。動くなっていう正午の忠告を聞かなかったみたいね。ほら、映画なら真っ先に死んじゃうタイプだよ。放っておいた方がみんなのためって感じ。それはさすがにかわいそうです。ま、人形になって間もないなら私の力で元に戻せるよ。お願いします、アリアちゃん。まったくしょうがないな。私が助けてやんよ。感謝しなさいよ、気持ち。こんなところにいられるか。俺は出ていくぞ。あれ、お前らいつの間に。さあ次行っちゃって。次。おい待てよ。裏切り者のバーチャドールの仕業か。ここは僕のテリトリーだぞ。勝手な真似をするな。それを言ったら、メビウスはミュウと私の作った世界なんだから、そっちこそ勝手な真似しないでってば。こんな声消しないで早くみんなを助けに行っちゃって。Thank you.
バリナ。あれ、そいつ峰沢いずるじゃねえのか。偶然ここで見つけたんだ。一人でメビウスの出口を探すと言ってたが、人形にされちまったみたいだな。この人は人形にされてから時間が経ちすぎてる。今の私じゃ助けるのは無理そう。はっ、カッコつけといてしょうがねえやつだな。俺が少年ドールをやっつけて助けてやんよ。ほんとよく言うわ。そういや小太郎、お前よく人形にされてなかったな。今頃皆沢と同じことになってると思ったんだがな。私が助けてやったよ。ああ、なるほどな。なるほどとか言ってんじゃねえよ。生意気だぞお前ら。僕に歯向かいやがって。すぐにあなたを見つけますから、覚悟しててください。メッセージじゃない？誰から？ねえ、私からそっちに向かっていい？なる子か。危険だからおとなしくしてなさいってば。でもいつも通り元気そうですね。あ、またメッセージだ。本当に私のこと探してる？置いてこうとしてない？してないってば。私たちを信じてよ。じゃあ早く来て。早く早く。あと10秒ね。私にも能力が芽生えたみたいだし。亀子のくせに生意気な。でも痛くねえのかよそれ。背中に穴が開いてんぞ。え、嘘、わかんない。小太郎先輩、サメ取って。サメ。なんで俺が取らなきゃいけねえんだよ。僕の図書館で騒ぎやがって。一人じゃ何もできないくせに調子に乗るな。うるさいな。あんたのことなんか簡単に倒しちゃうもんね。そうですよ。さあ他の人を探しに行きましょう。よかった、これで仲間外れじゃない。
男といるより全然マシ。最初からここに来てればよかったよ。助けに来てもらっておいてなんだよその態度はよ。もうなんで小太郎先輩元に戻しちゃうわけ。え、どうせ人形になってたんでしょ。鋭いですね。お、やっぱりそうなんだ。そのままほっとけば一番うざくて邪魔くさい男が一人減ったのに。ごめん。なんなんだ。黙ってれば言いたい放題、この野郎。もう許さねえ。あっちって変態、変態だらぼっち。誰が変態ぼっちだ。犯行の現場を押さえとこ。こんな調子でみんなを見つけられますかね。うるさいぞお前ら。ここは静止の時を足しなめ。うるせえ、ガイアは黙ってろ。いよって、おい僕の住み方ぞ。あんた少年ドールって言うからには男なんでしょ。やっぱりこういう陰湿な真似するのは男ね。とびっきりの電撃食らわしてやるから覚悟しとくことね。いやあ、面白い仕掛けだね。みんなも読んでみたらどうだ。だから直視したくない心の闇が書いてあるって言うんだろ。こんな子供魂僕には通用しないよ。ほい、小太郎先輩と大違いじゃん。大人の余裕でしょうか。これで女だったら満点なのに。僕の本が通じないなんて。お前何者なんだ。お初にお目にかかる。僕は美和坂英二、帰宅部唯一の大人の男にして知性、容姿、地位全てを兼ね備えた完璧超人だ。すぐに君の化けの皮を剥がしに行くから楽しみに待っていたまえ。やっぱ小太郎先輩と大違いじゃん。ちくしょう。ずいぶんしょってますね。やっぱ男だわ。よかった。ちょっと心細かったの。あとは三笛と健介だな。ところで小太郎くん人形になってないのね。私が助けてやったんだってば。ああ、道理で。そりゃどういう意味だよ。群れなきゃ何もできないくせに生きがりやがってこのウジ虫。そこまで言うなら自分で私たちを捕まえに来たらどうなの。私たちもあなたに聞きたいことがあるから来てくれるのならありがたいんだけど。自分から来たくはないみたいね。だったらお望み通りこっちからお邪魔しましょう。待ちくたびれましたよ。あとはミフエちゃんだけですね。早く見つけてあげましょう。ところで小太郎先輩が人形になってないとは意外ですね。期待してたのに。だから私が助けたんだってば。オッケー。ああ、でもなんでキレてんです。
この。やっぱりみんな考えることは同じみたいね。人の振り見て我が振り直せって点では、小太郎くんもみんなのためになってるのかな。なんでどいつもこいつも俺が人形になってるって思ってんだ。あの、小太郎先輩もそうでしたけど、どうして少年ドールさんは人を人形にするんでしょうか。しかもその人形の目や耳に釘を刺したり口を縫い付けたり。どうしてって、そりゃあれだよ、なんでだよ。ケイスケ君、少年ドールさんのこと他に何か知りませんか。まともにコミュニケーション取れるタイプじゃなかったからな。作っていた曲のことくらいしか分かりませんね。仲間とか友達とかそういうのを否定して、孤独こそ全てだみたいな歌ばっか作ってますね。まあそういう年頃もあるわよね。なかなかそういう考えのまま生きていくのは大変なんだけれど。裏切り者め、恥を知れ。お前も群れないと何もできない愚かな存在だ。やあやあ、お久しぶりです少年ドールさん。すみませんね、裏切っちゃって。帰宅部に着く方が面白そうだったんで。ああ、それとおっしゃる通り、群れないと何もできませんよ。僕才能ないもんで。さあ皆さん、正々堂々群れながら早くミフエちゃんを探しましょう。いい性格してるよお前。もう先輩遅いですよ。はあ、お腹すいた。ここから出たら何か食べに行きましょうよ。よし、全員揃ったな。あとは主悪の権化をぶちのめすだけだ。こんな目に合わせてくれた人にはどう償ってもらおうかしらね。あ、そういえばストップ、気持ちびっちょなら私が人形になってたのを助けたの。オッケー。え、どうしたのあれは。鈴乃ちゃん、何か考え込んでるようだけど、どうかしたの？あ、いえ、みんなが無事で本当に良かったです。さて、そんじゃ全員揃ったところで少年ドールをぶん殴りに行くとすっか。やめろ、それ以上進んだら死ぬことになるぞ。近づくな。そんなこと言われて立ち止まる人はいないですよ。さ、みんな行きましょう。どうやらここで終点みたいだな。みんな準備はいい？少年ドールに人形を元に戻させて、それからミュウの居場所を聞いちゃって。やめろ、後悔するぞ。入りましょう。来てやったぞ、出てこい。って、なんだこの部屋。ずいぶん生活感あふれる痛々しい部屋ですね。うわ、汚い部屋。気味の悪い人形に、あっちは美少女フィギュア。ゲーム機に漫画の山にティッシュの山。理解に苦しむな。最悪。ああ、悪いことは言わないから、あのペットボトルには触るなよ。これはどっからどう見ても引きこもりの部屋だな。
めえが少年ドールか。よくも聖域を怪我したな。ブレなければここに来ることすらできなかったくせに、寄ってたかって人をバカにして、野獣ぶりやがったクズどもめが、絶対許さないぞ。そんなに群れを意識するのは自分が他人と打ち解けられなくて寂しいからじゃないんですか。鈴乃ちゃん。ふざけるな。僕は望んでここを貫いているんだ。無神経なバカどもと関わらなくて済むようにな。ならいつまでもコソコソしてないで私と話してください。どうしてみんなを人形にして傷つけるの。孤独を守るためだ。ここは僕の図書館だ。それなら追い出すだけでいいじゃないですか。人形になったアイちゃんを元に戻して。黙れ。みんなを人形にするのは別の理由があるから。違いますか。人形の目を潰すのは視線を合わせられないから。口を縫うのは話したくても話せないからじゃないんですか。やめろ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 。そして耳を貫くのは誰も自分の言うことなんて聞いてくれないと思ってるからなんじゃないですか。知った風な口を聞くな。お前に僕の何がわかるって言うんだよ。わかります。ほう、そうか。お前も僕と同じここを重んじる人間として。人と関わるのが怖いんですよね。あえてそんな見た目を選んで自分から人を遠ざけてるんですよね。うん、違いますね。自分から遠ざけているってことにしたいだけですよね。はあ？何言ってるんだお前。僕は自らここを選んでいるだけで。私だってあなたと同じです。自分が傷つかないために人と関わるのを避けてきました。ふざけるな。僕と同じだなんて嘘じゃないか。今だってゾロゾロ引き連れてきやがって。お前らリア充はいつもそうだ。無遠慮で自分たちの常識に合わないものは集団で攻撃し決して受け入れない。悪いのは僕じゃない。お前らリア充が自分が中心だと思ってる社会の方だ。私もですけど今はそういう問題じゃないと思います。少年ドールさんは自分から周りに受け入れられる努力はしたんですか。なんで僕ばかりそんなことをしなきゃいけないんだ。僕は一人でいいんだ。一人がいいんだよ。群れて行動するお前らとは違う。お前らには人形なんか生ぬるい。そのまま目をくり抜いて口を縫い付けてやる。気を荒らしたんだ。目を振り抜いて口を縫い付けるだけでも足りない。生きたままバラバラにしてやる。話を聞いてもらうために必要ならば受け止めます。行きます。やっちゃいます。悪い子は食べちゃうよ。手加減はなしだ。ごめん
なさい、ごめんなさい、ごめんなさい。怖がらないでください。そんなに寂しいなら私と友達になりませんか？それから一緒にご飯食べませんか？一緒に飯？こいつとか？はい、このままじゃ少年ドールさんがかわいそうです。私気持ちはよくわかりますから。スズナちゃん、私も一緒していい？は、はい、喜んで。じゃあ僕も。私お弁当作ろうか？それは聞き捨てならんな。ただ飯なら俺も行くぞ。シャメ取る人も必要だよね。なんなんだよお前ら。俺も行くかんな。シーパライソン。え？ミューの居場所を聞きに来たんでしょ？シーパライソでイベントに参加するらしいよ。君たちのおかげでデジヘッドが減ってきてるから、増やせってソーンがうるさいんだ。行けばミューに会うチャンスぐらいはあるんじゃないかな。ありがとうございます。あのさっきの話本気なの？はい、もちろんです。楽しみにしてますね。外の人たちももう人間に戻ってるよ。アイちゃんとかいう。ありがとうございます。よっしゃ、じゃあシーなんたらってとこに向かおうぜ。シーパライソか。どうかしたのか？ううん、なんでもないわ。よう、ミネ様、元に戻れてよかったな。帰宅部の連中か、元に戻ったとは。人形にされてたんだよ、少年ドールのせいで。少年ドール、そうだ、僕も小池からここに少年ドールがいるって聞いてきたんだ。人を人形にする力か、人知を超えているな。対処のしようがない。安心しろよな、俺がバッチリ少年ドールに説教しておいてやったからよ。お前たちがどうやってあいつらを相手に？俺たちにはデジヘッドと戦うための武器があんだよ。武器？まったく小太郎ってば、こっちが軽すぎるんじゃない？なんだ？はーい、イケメンくん、あたしアニア。カタルシスエフェクトは竜の中にある心の力だよ。自在に操るにはあたしの助けが必要だけどね。言ってることはよくわからないが、お前たちが少年ドールを退けたのは事実だろうな。お前の助けを借りれば僕にも戦うための力が手に入るんだな。ユウもメビウスに気づくほど現実への強い執着を持ってるわけだし、可能性は高いだろうね。なんだよミネサワ、今まで散々断ってきたくせに今さら帰宅部に入るつもりか？メリットがあるなら話は別だ。今さらだが僕も帰宅部に入れてくれないか？そうか、ありがとう。スナちゃん、怪我とかない？大丈夫？気分悪かったりしない？うん、でも図書館に来て何してたのか思い出せなくって。あっちはあっちで友達と再会できたみたい。さあ、とっとと先を急ごうぜ。ミネサーも準備はいいか？お前は帰宅部で一番の新米だからな。おい、聞いてんのかこの野郎。急に先輩面しだしましたね。目的地はシーパライソだ。そんじゃ移動しようぜ。そうなんだけど、わざわざあんなところまで行くより
この前やった待ち伏せ作戦をまたやってみない？はあ？なんだよ急に。シーパライソでイベントやるってんだからそんな必要ねえだろ。それはそうだけど、イベントって言ったらデジヘッドも多そうじゃない？待ち伏せの方が安全かなって。おじけづいたのか？しょうがねえな。まあまあ、揉めるなら部室に帰ってからやりましょうよ。こんなところで騒いでたら人目につきますし。そうだな、一旦戻って峰沢にも部室の場所を教えておくか。